さん秋田大学行ってみたいと思います。今日の長文の全体像はこちら。段落は8個。ヘビさん、設問形式はバラエティに飛んでおります。ヘビさん、11問あるんですが、これは全部行ってみたいと思いますので、頑張っていきましょう。ヘビさん、第1段落でございます。一読をしていただいた後、こちら問いの1番ですね、考えていただけると嬉しいかと思います。もちろん know でございますので、知ってるよ、何よということですので、他動詞ですね。で、皆さん、後ろに目的語がありますかと言われたら、皆さん、前置プラス名詞で M、 つまり就職語になってますよね。ですから、他動詞の後ろに目的語があるかと言われたら、ないなぁと。あと、皆さん、他動詞の後ろに目的語がなければ、過去分詞にすればよろしかったですね。ですから、正解は known ということでよろしいかと思います。で、その他動詞の後ろに目的語がなければ過去分詞にするという話、その解説動画はすでに存在しておりますので、それに関するリンク先、それは概要欄に貼っ付けておりますので、もしご存知なかった方は後でご覧いただけるとよろしいかと思います。さあ、続いて問いの2番でございます。検討をお願いします。まず、この空章を含んでいる文章中には美容外科の話がなされております。そして、一つ手前の文章も同じように美容整形外科の話ですね。皆さん、こちらでよろしいかと思いますが、見た目を変える話です。そして、皆さん、空章の右側も皮膚の取り替え、交換の話でございますので、変化の話ですね。ですから、空章の左側変化で、空章の右側も変化ですから、話の内容が非常に似通ってますよね。ですから、皆さん、選択肢の ABD、 これ皆さん全部反対ですよね。つまり対比の関係でございます。ですが、今回は話の内容類似しておりますので、正解は C、 うにゃうにゃもまたということで、追加の話でよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。問いの3番お願いします。皆さん、これ空所の左側と右側の動詞を見ていただきますと、どちらも肯定されてますよね。否定語がないわけですから、まず前後が正反対の選択肢の A、 これが削れますよね。そして、皆さん、選択肢の D もですね、皆さん、リガードレスとくれば後ろオブが必要ですよね。うにゃうにゃにもかかわらず、田辺さん、今回オブがないので D は×ですね。そして、皆さん、空所の右側、この辺りが最終的な根拠になるかと思いますが、かつて人気がありましたということで、実際現実の話をしてるわけですから、実際はと言ってる選択肢の B が良さげですね。で、選択肢の C、 therefore、 それゆえ従ってということですので、前後は原因と結果、つまり因果関係ですよね。で、もし皆さん、空詞の左側、この辺り、ニューヨークのアメリカ人女性がパリのファッションを褒めたたえ始めました。で、もし C が正解だったら、人気になりました、つまり和じゃなくて became になってくるはずですよね。田辺さん、 became ではなく単なる be 動詞 were でございますので、因果関係は成り立たないですね。ですから、やっぱり事実をただ伝えてるだけでございますので、 C は×、 よって正解は B ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。まずはこちらの説明の指示の一読をお願いします。さあ、皆さん、こちらの空所に選択肢4つの中から正しいもの1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さん、読んでみると、コルセットとかベルトを着用しましたと書いてますね。で、もちろんそれはウエストをスリムに見せたいんですね。で、皆さん、今日でもそういう考え方が継続されておりまして、背が高いこととスリムであるということが重要なんですね。ですから、皆さん、選択肢の A であればメイクアップ、お化粧の話はしてませんね。で、皆さん、 B をすっ飛ばして、選択肢の C、 男性の美に関するお話もないですね。で、選択肢の D ですが、美容整形、その話も今のところはされておりません。ですから、選択肢の B ですよね。 Height and weight、 背の高さと体重、もちろんトールの言い換えがハイト、そして皆さん、スリムということはあまり体重が重くないと、つまり軽い方がいいということですね。ですから、それが重さの問題につながっていくわけですから、B が正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。まずは問いの5番の設問の指示の一読をお願いします。で、皆さん、1500年代と書いておりますので、この段落一番最初ですよね。ですから、この辺りからヒントがもらえるかと思いますので、この後4つの選択肢ご覧いただきます。
さあ、皆さん選択肢4つご覧いただいております。皆さん、第4段落前半でいけるかと思いますので、検討をお願いします。皆さん、まず読んでみると、このあたりですね。顔を白く塗ったんですね。で、それは何でですかと言われたら、皆さん、このあたりにヒントが隠れておりますよね。特に attractive、魅力的。で、皆さん、その魅力的と言ってる選択肢がいけそうですね。ですから、選択肢の A ですよね。charming ということですから、魅力的の言い換えですね。ですから、A が正解ということで、よろしいかと思います。さあ、皆さん、次の段落でございます。こちら、問いの6番、お願いします。さあ、皆さん、空襲の左側、どんな変化が起こったのかということですが、皆さん、このあたりにヒントが転がってますね。伝統的に長いものじゃなくって短いスカートですね。それを履き始めたということですね。ですから選択肢の A であればお化粧。で、B をすっ飛ばして C は運動。で、D はスポーツですね。ですからお洋服に関する話でございますので、選択肢の B のファッション。こちらが正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。まずは問いの7番の設問の指示の一読をお願いします。さあ、皆さん、選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。皆さん、これ空襲の右側の動詞のところを見ていただけますと、関係性がはっきりしますよね。もちろん、R のところは肯定。で、cannot、否定ですよね。ですから、肯定と否定で反対。対比の関係でございますので、D の although、これが良さげですよね。で、もちろん、if はもしうにゃうにゃ。で、once は一旦うにゃうにゃすると。で、because はうにゃななのでということでございますので、やはり対比の関係は D ということでよろしいかと思います。さあ、続いて問いの8番でございます。検討をお願いします。皆さん、これは下線部の左側 spend。これの語法。つまり、後ろの形を知ってれば一瞬ですよね。もちろん時間を費やすわけですから、spend を目的語。目的はもちろん時間。で、その後ろは ing でしたね。ですから、その知識を知ってると一瞬でございます。ですから、正解は repeating。これでよろしいかと思います。さあ、続いて問いの9番の設問の指示を一読お願いします。さあ、選択肢こちらでございますので、検討お願いします。で、皆さん、appearance。直訳すると見た目ですよね。ですから、C の雰囲気。そして皆さん、D の人気。これはちょっと関係なさそうですね。で、皆さん、ヒントはこの下線部の右側。まあ、特にこの文末あたりでよろしいかと思います。体の脂肪を取り除いてスリムにするんですね。ですから選択肢の A の顔ではないですね。あくまでも体の見た目でございますので、正解は B。look、見た目ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、次の段落でございます。一読していただいた後、この問いの10番をお願いします。まず一つ目はこれですよね。交通事故の話書いておりますので、一つ目の正解は C ですね。で、皆さん二つ目はこの波線のところでよろしいかと思います。肉体的な問題を抱えて生まれてきた子供たち。それが選択肢の D のこれと合致しますよね。ですから選択肢 A の文末のその戦争の話はないですね。そして選択肢の B の文末もやっぱり食事、運動の問題。その話は書いておりませんので、正解は C と D ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、まず設問の指示の確認をお願いします。さあ、皆さん、これで全体像が見えてるかと思いますので、検討をお願いします。皆さん、下線部1番に入る前の段階ですが、より一層美しくなるかと書いておりますね。で、それに対する答えが Yes。で、皆さん、下線部1番読んでいただけますと、このあたりですね。見た目を変えたい人の役に立つと書いてますね。ですから、より一層美しくなると言い換えられますね。そして皆さん、下線部2番のところにどのようにして役に立つのか。もちろんそれはコンピュータの技術のおかげ。という話で、この皆さん繋がってますね。で、皆さん、続いての下線部3番、出だしの however。もちろんそれの左側、いい話でございますので、プラスの価値観。そして、however の右側を読んでいくと、このあたりですよね。マイナスの価値観を表す表現が来ております。ですから、前後反対の関係ということで何も問題はないですね。たださん、下線部4番、appreciate。評価するとか感謝する。そういうプラスの価値観を持つ表現なんですが、その目的語がマイナスの話になってますね。つまり、筋が通っていないわけですから、
ふさわしくない文章ということで、正解は4番ということでよろしいかと思います。さあ皆さんお疲れ様でございました。皆さん、秋田大学やってみてですね、マーク式中心ですね。で、私立大学と非常に似ておりますので、やはり字待ち。まあ、学習院とか明治大学とかですね。まあ、もちろんカンカン同率でもいいかと思いますが、で、このやだっちょスタディの中に再生リストございますので、こちらの長文動画を活用していただけるとよろしいかと思います。特に今日あった空小集問題とか下線部説明、まあ、もちろんそれを苦手とする受験生は多いので、意識して多く取り扱っておりますので、ぜひとも参考になさってください。